はい、えー、今度はですね、えー、関数攻略動画の第12回目、えー、パート12になりますね、えー、今回どこのをやっていくかっていうと奈良のやつをちょっとやっていこうかなと思いますね、えー、ちょっとね動画いっぺんに撮ろうかなと思うとなんかいろいろ間違ったりとか勘違いするのが多くなっちゃうので、えー、あれですね1都道府県ずつやっていこうかなと 思いますでね編集しない動画なんでどうしてもね間違ったりすると全部撮り直しなので、えー、ちょっとね大変になってきたので、えー、ちょっとね各都道府県ごとの関数問題って形で今回からやっていこうかなと思います。でで、えー、奈良の方はですね、えー どこで出てたかというと、大門の2が文章題ですね、関数の。で、3がまあ、伝統的な、まあ、グラフの問題ですね。じゃあ、ちょっとね、えー、文章題の方から見ていきましょう。うん、図1のように、深さ5 0ンチの直方体の容器と給水管 ABC があると。この容器が空の状態から給水管を使って6分間水を入れると。 うんこの容器では給水管 ABC を使うとそれぞれ毎分 12cm、毎分 6cm、毎分 2cm の割合で水面が高くなる。ただし給水管は同時に複数使わないものとする。各問いに答えよう。給水管 AB の順に使って水を入れる。次の四角内は 水を入れ始めてから6分後の容器の底から水面までの高さが5 0ンチになる場合の給水管 AB の使用時間の求め方について太郎さんと花子さんがそれぞれ考えたものである1丸2の問いに答えようと。うん、で、えー、太郎さんの考え給水管 A の時間を A 分給水管 B の時間を B 分とすると給水管の使用時間との関係と容器の底から水面までの高さの関係から 右のような連次想定式を作れば求められると。うん、で、えー、アンになってんですね。で、丸1の方を見ていくと、えー、アに当てはまる式をかけって言ってるので、吸水管 A はね、1分間に 12cm なんで、12A ですよね。で、えー、B は 6cm なんで、プラス 6B で、あは 12A プラス 6B っていうのが入りますよね、うん。で、花子さんの考えの方を見ていきますね。 えー、水を入れ始めてから x 分後の容器の底から水面までの高さを y センチとすると x と y の関係をグラフで表すことができると給水管 ab の順に使って水を入れ、えー、水を入れ始めてから6分後に容器の底から水面までの高さが50センチになる場合は図2のように容器,のか容器が空の状態から給水管 a を使って水を入れることを表す直線 l と給水管 b を使って水を入れ始めて でから6分後に容器の底から水面までの高さが 50cm になることを表す直線 M を書いて考え、書いて考えれば求められると。図2で直線 LM の傾きは、これはれですね、1分あたりに高くなる水面の高さなので、まずこれ、U か A になりますよね。うん。を表していると。2直線 LM の交点は吸水管 A から B に変更するときを表し、 その x 座標は給水管 A の使用時間になるのでこれ答えは「う」になりますよねなので、えー、丸2の方は「う」ですねで括弧、えーえー、2の方いきますね、うん、給水管 AB の順または AC の順に使って水を入れる点線内は水を入れ始めてから、えー、6分後に えー、容器の底から水面までの高さが4 5ンチになる場合について図2をもとに考えた太郎さんと花子さんの会話であると。えー、太郎さん容器の底から水面までの高さが5 0ンチから4 5ンチに変更して水を入れる場合グラフを使って考えるとどうすればいいのかなと給水管 AB の順に使って水を入れ水を入れ始めてから6分後に 水の容器の底から水面までの高さが4 5ンチになることを考えるには図2に直線を1本書き加えるといいよ。まあ、こっちのやつですよね図2ってのは。うん、で、えー、まだ絵があるわけですね。下線部絵はどのような直線か直線 M の5を用いて簡単に説明せよって言ってるんでこれはまああれですよね45なんでおそらくまあここら辺が終点になるわけですね。 ってことはこの直線 m の、えー、グラフをですね下にマイナス5した直線を書けばいいんですねどんな感じかっていうとこんな感じですね、うん、平行移動させればいいんでここが50なんでここが45になるような直線を引けばいいんです、うん、なので えー、答えとしてはね直線 m を y 軸マイナス方向へ5動かした、まあ、平行移動させた直線を書けばいいっていうふうに書けばいいですねで丸2の方いきますね次の a から a の中に下線部を適切に表しているグラフが1つあると、まあ、ちょっと見ていきますね読んでいきます直線を1本加え書き加えるより視覚的に考えることができるね次に 給水管 AC の順に使って水を入れた場合、グラフを考えるとどうすればいいのかなと。給水管 AB の順に使う場合で考えたときと同じように、給水管を AC の順に使って水を入れ、水を入れ始めてから6分後に容器の底から水面までの高さが4 5センチになることを考えるには、直線を1本書き加えるといいよと。 でまに、えー、次の R から A 直線を左側線部を適切に表しているグラフが1つあるとそのグラフを R から A から1つ選びその記号を書けと、うん、なお点線は図2の直線 LM を表していると言ってるんですねで傾きがまずね寝てなきゃダメなんでその LM に比べてで、えー、そうすると「うん」うはダメですよねで45のところに終点がつくんで これ、A、になりますね。なので答えは A になります。うん、で次ですね、うん。図3は給水管 BC。うん、BC ですね、うん。BC の順に使って水を入れ、水を入れ始めてから6分後に容器の底から水面までの高さが4 8ンチになる場合を考えるため、図2を参考に作,作成した図であると。 図3から給水管 BC だけを使って水を入れるときは6分後に水面の高さが4 8センチはならないことがわかるとそこで給水管 A を加えて給水管 B、AC の順に使って水を入れると水を,入れ始め、えー、水を入れ始めてから1分後に給水管 B から A に変更しその後 A から C に変更することにしたと 給水管 A から C に変更するのは給水管 B を使って水を入れ始めてから何分何秒後かって言ってるのでまあおそらく、うん、1が多分ここら辺なのでまあこんなような直線の式になるんじゃないかなと思うんですね、うん、給水管 A が。で、えー、ここが知りたいって言ってるんですよねこの交点が。 でどうすればいいかっていうとまずこの直線の式をまず見てみますね。1分間に12センチ上がるんで、y、イコールでこっちの交点が分かるんでここが16ですよね最初 B の給水管で1分間に6センチ上昇するんでそうすると16入れて B がいくつじゃなきゃいけないかっていうとマイナス6なんでこれねこの A の給水管の直線この場合は、y、イコール12、X、マイナス6になるよねと。 で、次こっちですね。で、こっちは y イコール 2x までは確定なんですね。1分間に2センチ上がるっていう傾きだから。で、えー、6入れたら48になるから、えー、プラスの36っていうことになりますよね。48引く12は36になるんで。で、これとこれ連立させて、x を求めればいいわけですよね。そうすると、どういうふうに計算になるかっていうと、12x マイナス六イコール二 x プラス三十六で十 x イコール四十二 x イコール約分して五分の二十一になりますよねで五分の二十一分後ってことは四、えー、分ですよね四分で五分の一分というのが余るんで五分の一かける六十と秒にな直せるんで 4分12秒っていうふうに答えが出ますね、カッコ3。で、四角三の方に行きますね。うん、まあ、ってかな、うん。四角三の方いきます。四角三はどんな問題かっていうと、えー、右の図で曲線は、えー、y イコール x 分の6であると、2点 ab はそれぞれ マイナス6マイナス1とマイナス3マイナス5であると、えー、点 C は、えー、曲線上を動く点であり点 D は X 軸上を動く点であると2点 C の X 座標はどちらも正であると原点を O として次の、うん、角度に答えようと点 C の X 座標が1であるときの、えー、C の Y 座標を求めようだからここに入れればいいんで6ですよね1分の6だから括弧一1は6と で2点 CD が、えー、OCCD を保ちながら動くとき、えー、点 C の x 座標が大きくなるにつれて、えー、三角形 OCD の面積はどのようになるか、えー、次の A から O のうち正しいものを一つ選びその記号を書けって言ってるんですね。これ、まあ、高さがあ 半分まあ、2分の1、3分の1、4分の1になるつれて、底辺もね、2倍、3倍、4倍っていうふうになっていくので、これ、面積自体は変わらないんで、一定なんですね。なので、これは、O になります。で、次ですね、えー、三角形 OAB の面積と三角形 OBD の面積が等しくなるように点 D を取る、点 D の x 座標を求めようと。 でまずね、えー、こういうふうに四角形を書いてもらってまずこの四角形の面積から周りの三角形の面積を引くっていうのを考えていきます。そうするとこれ x が6で y が5なんで 6×5 で、えー、っと30ですよね面積がこの長方形が。でここが、えー、3と4なので 3×4×2 分の1なんで6引きます。 でここが 1, あ1ですよね。なので 1×6 なので2分の1数がマイナス3でここが 3×5×2 分の1なので2分の15になりますよね。でそうするとこれ2 1く2分の152分の 42×152 分の 27ここの面積が2分の27だってわかるんですね。そしたらこことこっちか。でこういう三角形で面積一緒にしろって言ってるからここの高さが6だってのはわかるんで6かける2分の1かける x って考えてもらってこれまとめると 3x イコール。 あ,あ違うな5か5かけるだごめんなさい5かける x かける2分の1なんで2分の 5x になりますね2分の 5x イコール2分の27で x 求めてあげるとえー、っと27かける5分の2なんで x イコール5分の27っていうふうに なるんですねそうするとここの長さが5分の27なんで、えー、x 座標は5分の27っていうのが答えとして出ますね。で最後四角形 abdc が平行四辺形になるように2点 cd を取るとき、えー、2点 bd を通る直線の式を求めようと。でそうするとまず点 d の座標を出さなきゃいけないんですね。で 平行変形なんでこの a と b と c と d の関係って一緒じゃなきゃいけないのでで d の y 座標だけは分かるんですね x 軸上だから0ってそうすると b と d が対応して a と c が対応するのでこの差まずね -5 が -1 になるってことは高さプラス4だよってことだから c, c の y 座標は4だって分かるんですね4なのであとはこれ あれですよ、ね、えー、っと x を求めればいいんで、えー、4イコール x 分の6で x イコール、うん、2分の3っていうのがこれで計算で出ると思うんですね、うん、で、えー、そうすると、えー、c の x 座標が2分の3で今度はね x は3足せばいいんで 二分の3たす3ってことは2分の9になるわけですよね。で、これで点 D の座標が出たんで、あとは BD の直線の式を出せばいいわけですよね。そうすると、どうなるかっていうと、y イコール x プラス b、こいつにマイナス3、マイナス5と2分の9、ロを入れてあげればいいんですね。そうすると、 マイナス 3A プラス B イコールマイナス5っていうのとえー、っと2分の 9A プラス B イコール0っていうふうにできるかなと思うんですねで引き算してあげて、えー、マイナス2分の、えー、15A イコールマイナス5で A イコール5かける 15分の2で1の 3a イコール3分の2ですね。a が3分の2で y イコール3分の 2x プラス b っていうのが分かって a がうんとどうしようかな。2分の9入れた方がいいですね。0の2分の9かける3分の2で 1の3で b ス3っていうふうに出るんで求める直線の式は y=3 分の2 x ス3っていうのが答えとして出るかなと思いますね、うん。まあこんな形でできればいいかなと思います。でね、えー、関数の問題 これからね、また解いていくんですけども、ここからはね、ちょっとね、1つの都道府県ごとにやっていこうかなと思います。どうしてもね、昼間撮ってたりすると、なんかいろいろこう、人が来たりとか、電話があったりとかして、撮影がね、ちょくちょく中断してしまうので、えー、ちょっとここからは、あれですね、ちょっと動画を1都道府県ずつにして、ちょっと短くしていきます。すいません。 でもしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。